おはようございます。シークです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。どうでしょうかね。ちょっと撮影部屋雰囲気変わったのお気づきでしょうか。はい、今日はですね、こちら撮影部屋がね、新しく変えたということで、ちょっとね、そこのちょっとご紹介をしていこうかなと思います。はい、まあ、過去にね、撮影部屋は3回ぐらい変えたのかな。一時はちょっと立って配信してみたりとか、座って配信してみたりとか、ね、なんかダフィー置いてみたりとかね、いろいろやってみたんですけども、ね、今回ちょっとね、そうかっこいい感じのね、撮影部屋に憧れましたので、はい。で、今回こういう風にね、撮影部屋を新しくしてみました。で、早速 YouTube 撮影部屋兼書斎の、紹介していきたいと思います。それでは今日もどうぞよろしくお願いします。チンクルホイ。はい、というわけでですね、早速やっていきましょう。はい、で、今こうね、YouTube 撮影してるんですけども、顔に直接かかるライトですね、このちょっと大きめのソフトボックスみたいなのを使ってますね。低照光がね、1灯あります。あと顔のここら辺ちょっとね、青くライティングしていくために1灯ね、青色のライトを使っています。はい、で、このままずっと来ていただいて、でモニターがね、1台ありまして、 LG の 27EA33 っていうやつですね。 IPS パネルの、モニターになっております。で、パソコンですね。パソコンはね、マウスの、パソコンを使っております。はい、ね、マウスは結構ね、コスパに優れておすすめですよ。で、キーボードはこれ最近買ったやつなんですけども、こうなんかタイプライターみたいなね、丸いね、キーボード、メカニカルキーボードになっております。ちなみに使われているのは青軸って言って、打鍵感がすごいいいキーボードになっております。はい、ただね、丸だからすごい使いづらいですね。あと配列が日本語配列じゃないので、そこもちょっと使いづらいっていうのはありますね。はい、で、マウスはですね、ロジクールの、マウスになっておりますね。トラックボールマウスですね。トラックボールのマウスはね、結構ね、作業効率上げるには便利ですよ。はい、で、どんどんいきましょう。こちらペットのね、巣になっておりますね。見えるかな？今出てないかな？ヒョウモントカゲモドキっていうね、爬虫類がいまして、で、それを飼ってるスペースになっております。この中にね、結構ね、引きこもってるんですよね、年中ね。で、餌の時ぐらいしか顔出さないんですけども、はい、可愛いレンタンですね。名前がレンって言いますね。で、こちら行っていただいて、基本的にですね、まあ大体作業は全部ヘッドホンでやっております。これがですね、なんか Amazon で2000円もしなかったかな、めちゃくちゃ安いゲーミングヘッドセットみたいなやつですね。こう伸ばしていただくと、これね、マイクも出てくるっていうね、はい、めちゃくちゃ安かったんですけど、まあそれなりに音は問題ないかなとは思いますね。はい、まあ、ただ高級のあれとは違うとは思うんですけどもね。よくね、 YouTube の原稿を作ったりとか、そういったね、作業をするときには、こちら MacBook Air を使っています。MacBook Air 13インチ、2015年のモデルだったかな、これ確か。これを使っております。で、これが、キュベレイですね。ガンダムに出てくるキャラクターですね。はい、で、キュベレイ。ちなみにこれ、キュベレイ、まあ、わかる人はわかるんですけども、マスターグレードっていうやつの、キュベレイになっておりますね。で、ちなみにキュベリーはこれの他にキュベリーマーク2を2体持っております。今度はちょっと飾ろうかなと思っております。はい、で、次ですね、この撮影部屋のね、下の方、この机がね、そもそも結構良くて、1段2段3段下に行くと4段、合計4段のね、収納スペースがあるんですよ。こうね、見ていただくと分かるんですけども、はい、結構広々と使ってますね。で、これがさっきのレンタンにあげる水用と、で、これエアダスターですね。あと、ここに DVD とブルーレイの置く場所があったりとか、で、ここがコード類とかをね、そのまま置いちゃうとちょっとごちゃごちゃしちゃうので、この中に隠してますね。タコ足もこの中入ってますね。で、こっちの段は、まあ、こちらも電源タップが、ね、タコ足のやつがありますね。あとは、まあ、小物入れがあったりとか、で、この中にハードディスクね、ポータブルハードディスクとかいっぱい入れております。はい、近々ちょっとこれね、無印とかなんかとか言ってね、ちょっと新しいの変えたいなとは思ってるんですけどもね、とりあえず今暫定的にはこんな感じです。で、このね、机ですね、この机、わかるかな？この机が結構ね、良かったんですよね、これが。これね、楽天のね、
7、8000円ぐらいで売ってたんですけども、それがねなんか 20% オフぐらいで 5、6000円で買えたんで、めちゃくちゃ安くていい買い物したかなって思います。はい、でこれ見ていただくと分かるんですけど、この机ここがねちょっと曲線がねカーブになってるんですよね。ここねカーブになってるんで、だからちょっとねいつもより作業空間が広く作る、取れることができるんですよ。うん、それ結構良かったなと思ったんで買いました。この椅子ですね、椅子、はい、これがですね、最初いろいろ AK レーシングとかいろいろとそういったゲーミングチェアを考えてたんですけども、私も今回このなんだか社長椅子みたいななんだかよくわかんない椅子をね買ったんで、これを使っております。はい、ゲーミングチェアはもちろんいいんですけども、まあいろいろと考えた結果やっぱここら辺が落ち着きましたね。うん、結構いいですよこういう椅子、なんかこうこんな感じでね、うん、できます。うん、だからなんだって話ですけどね。でちょっとしたギミックじゃないんですけども、ここね今青くなってるの分かりますか。これね LED がねこの後ろに仕込んであるんですよ。見てみましょう。こんな感じで後ろ側に LED が両面テープで貼られるようになっております。でこれ両面テープを貼ることによって、まあ、いろんなところに貼れるっていうのと、あとリモコンがついてるんですよね、こういう風にね。でこのリモコンを使うことによって色をいろいろ変えることができますね。はい、でこういった色を RGB とか変えるのもできるんですけども、中間色であったりとかね、あとはまあフラッシュに変えてみたりとか、ストロボさせてみたりとか、あとはまあ色のフェードアウトですね、徐々にねグラデーションしていく感じですね。うん、そういうことができますね。まあ、大体自分はこの青色固定にしちゃうんですけど、はい、チンクルホイ。はい、というわけでですね、簡単にこう撮影部屋兼書斎の方を紹介してみたんですけど、どうでしょうか。はい、まだまだね未完成なのでね、また完成したら徐々にね紹介していければなと思いますんで、もうちょっとねドラマティックな感じで、撮影の部屋を作っていければなと思います。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、撮影機材であったりとか、あと撮影方法、あとは Vlog などね、上げております。はい。まあ、もしね、少しでもいいなと思ったら、高評価と、あとはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。めっちゃ励みになります。あと、日常のつぶやきは、Twitter。で、あとは、写真上げたりとかしてるのは、Instagram に貼ってありますので、よければ概要欄にリンク貼ってありますので、フォローしていただけたらなと思います。はい。それでは皆さん、明日も楽しい一日を。今度からこの撮影部屋で配信します。バイビー。